はい、大変お待たせいたしました。セカンドステージ始めさせていただきたいと思います。先ほどちょっとご案内させていただきました猪俣先生直筆の5枚限定 CD、ありがとうございました。完売いたしたそうです。はい、スティックの方も、ほぼ完売したそうです。ありがとうございます。でもしあの CD、お求めの方はご予約を取るそうですので、帰りに受付の方にお名前教えていただければ送るそうです。そういうふうに RCC が言ってました。はい、では次のステージ、皆様大変お待たせいたしました。本日のスペシャルゲスト、ジャズドラマ猪俣たけしさんです。され21歳の時にスイングジャーナルの新人賞を受賞されていらっしゃいます。また1995年にはジャズ界最高の栄誉南里文雄賞を受賞されております。2009年にサントリーホールにて、先ほどちょっと訂正がございました、音楽生活60周年のコンサートを行っております。実は私このコンサートを聞きに行かせていただいて、2階席から見させていただいたんですが、上から見るともドラムのスティックさばきがものすごくよく見えて、ドラムを見るのは2階かなっていうふうにちょっと思いました。今日は平行線なのでね、あれですけれども、素敵な演奏を聴かせていただきました。また教育活動といたしまして、ドラムを通じて音楽の素晴らしさを教えるリズムクリニックセンター、通称 RCC と言いますけれども、そちらの方も設立しております。菅波楽器にも多くの RCC の講師陣がご指導に見えていらっしゃいます。菅波では約36年ぐらいですね、先生 RCC のね、ドラムがドラム教室がスタートしてもう35、6年経つそうです。はい、では私の、いろいろ話すことよりも皆様お待ちかねの1曲目ご紹介します。マイブルーヘブン、この曲は私の青い空という風になっております。海外ではグレンミラー楽団、フランク・シナトラ、マット・デニスなど数えきれないほどの歌手がカバーしております。また日本では昭和3年、皆様ご存知でしょうか、江野健こと江野本健一さんが歌って有名になった曲です。マイブルーヘブン、どうぞ聴きください。
りました、実は私も、小さい頃、江野健さんのダミ声の歌を聞いた記憶がかすかにあるかなっていうふうに思います。年がバレてしまいますけれども、とても懐かしい曲です。続きまして2曲お送りいたします。パーディフ、パーディフとはスペイン語で失われたという意味があるそうですけれども、また別の訳にはずさんなとか、下品なとかっていう意味があるそうです。その訳とはちょっと難しくないです。とても素敵な曲です。私の大好きな曲でもあります。そしてもう一曲、スターダストをお送りいたします。1927年にホギー・カーマイケルが作曲したスタンダードジャズナンバーです。日本では1961年から72年に日曜の夜シャボン玉ホリデーのエンディング、クロージングテーマとして流れてた曲です。きっと皆さん聞いたら懐かしいかなと思われると思います。パーディル、スターダスト、2曲お聴きください。
Thank you.
はガラッと変わりまして、日本の曲唱歌をお送りいたします。浜辺の歌です。大正2年に、林胡椒を作詞、成田為三作曲により作られました。林胡椒が住んでいた辻堂あたりの湘南海岸を歌ったものというふうに言われております。本日は普段皆様がお耳にしている浜辺の歌とはきっとガラッと雰囲気が違うかと思います。ジャズ風にアレンジされました浜辺の歌、お聴きください。多くの人に歌われ演奏されているスタンダードナンバーです。1960年に映画化され、その中でフランク・シナトラが歌っております。訳詞には、本当は好きなのにストレートに言えない苦しさ、葛藤と戦っていると表現されているそうです。 It's all right with me。
まあ、結成して4年です、4年をもってしてこのような大きな舞台、そして世界の名ジャズドラマ猪俣武さんとの共演、本当に普段から皆様の後押しがあっての賜物だと思っております。本当にありがとうございます。また和光大学の伊藤教授の本当に研究生の、学生さん、本当にいつも私たちの演奏の、バックアップお手伝いをしていただいております。そして本日は、猪俣先生設立の RCC ドラム教室の、若手講師陣が早くから、スタンバっていただいて、準備をしていただきました。本当にこのような素敵なステージ、もう一生の思い出以上の何物でもないと、本当に感謝しております。本当にありがとうございます。はい、では本日最後の曲となりました、スペシャルゲスト猪俣武さん、そして MJQ ドラマ吉田慎吾、2人のドラムバトル、どうぞください。 Take 5!